やばいやばいやばい。このぐらい効くんじゃない？4番でプレート。アーマーを巻く。おい、アーマーの巻き方、ウォーゾーンじゃねえか。え、グラフィック、水のグラフィック、えぐくね？これめっちゃ綺麗なんやけど。はい、こんにちは、グリードです。今日はね、新作無料 FPS デルタフォースのアルファテストをプレイしていきたいなと思います。この FPS は、あの EA のバトルフィールドをものすごくリスペクトです。リスペクトした、ゲームになってて、全プラットフォームでリリース予定で、で、開発自体が珍しくね、これ中国なんですよね。こういうミリタリー系の FPS ってね、結構ね、まあアメリカが一般的なんですけどね、まあ珍しく中国と。で、まあ COD でもね、少し話題になって、あの武器モーションが COD のモダンオーフェアからそのまま使ってるんじゃないか疑惑でね、結構話題になったんですけどね。まあそのところ実際どうなったのかと。で、まあ武器自体もね、ものすごくたくさんアルファ版の時点でありますね。銃のグラフィックも綺麗だね。武器自体もかなり皆さんが馴染みのある、武器がそのまま使われてるかなと思うんですが、あ、カスタマイズありますね、ありますね。まあガンスミスも、わー、COD と同じく、まあ今のところまだ全部ロックがかかってるけど、 COD のような武器カスタマイズができそうですね。これ細かく、なんかアメリカのゲームの場合さ、あのこう銃の名称っていうのは、こう銃乱射事件の訴訟問題とかもあって、こう実銃のその名前そのまま使ったりしないんですけど、このゲームはもうそのまま使ってるのかな。ちなみにこのゲーム、大人数の対戦の他に、あのいわゆるタルコフライフなモードもあります。でこれがね、無料なんですよね。かなりの大ボリューム。なんかすごい、これ AW みたいな外国格スーツ着てる？これ。はい、始まりました。もう BF やったことある人ならわかる。もうこの時点で UI がもうバトルフィールドなんだよな。これはもうリスペクトというか、もう、いやもうこれ以上は何も言いませんけど。さあ、ルール的にはこれはアタック&ディフェンド。ラッシュかな？ BF の。こっち多分攻め側ですね。A 拠点を制覇したら次 B 拠点、次 C 拠点っていう風にどんどん敵陣に押し込んでいくルールだと思いますが、さあスタート。おーっと、カメラも、おー !BF だこれはもう言うしかない !BF だ。人数も大人数です。すげえ、これ何人いるんだ。32対32。え、近い、もういるんだけど。え、これボットじゃないよね。あ、プレイヤーだ、プレイヤー。リスポーンめちゃくちゃ近い。BF と同じく、やられたらダウン状態。蘇生してもらえるかな？ナイス！いいね！グラフィックがめちゃくちゃ綺麗だ。タクティカルダッシュもある、COD と同じく。ちょっと初期クラス。ちょっと反動はかなり大きいか？僕のクラスはなんだろう、これ。V。V、なんだこれ。なんか投げてみる。うおー、かっこいい！グレネードか？あ、グレネードだ！当たった。味方がダウンしてる。僕は蘇生できんのかな？ 4番ってなんだろう。4番もグレネードっぽい。グレネードだね。あそこに一人いるよ。OK。ナイス。そんなにラグくないかも。やばいやばいやばい。ちゃんとリーンもありますね。ワンダウン？うわぁ！ダメか。実際にプレイして思うけど、動画で見るより何倍もグラフィック綺麗だな。銃声もいい。タップチャ？お、いけるいけるいける。さあ、次 B 拠点。B 拠点は B1 と B2 があるっぽいね。なんだ？ X を押したら？オーバーロードモード。なんだこれ？足が速くなってる。ブラハの、ウルトかなこれ。足が速くなんかスペシャルウルトみたいなのも一応あるのかな俺。OK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 。すごいすごい面白いな、俺。遠距離狙えないね。よしよしよし、オッケー。よっ。もうまだプレイし始めて数分だけど、これ、ちょっと面白いな。これ BF だな。なんか、僕もね、実際 BF をね、すごいやってた時期があるんですけど、BF3 とか4とか、バッドカンパニーとかなんですけど、よし。なんか、あの頃の BF 思い出すな、これ。グラフィックやら、その他のクオリティが高えな、これ。あ、スライディングあるね。スライディング。まあ、COD ほどのスライディング芸にはならなそうなぐらいの。OK。
リーンしながら行こうか。OK。OK。いいねこれ。武器も相まって映画のあの、ブラックホークダウンを思い出すね。これスチームショットだよね。ちょ、プレートってなんだろう、気になるな。4番でプレート。アーマーを巻く。ウォーゾーンやん。これ、なんで、おい、これ。おい、アーマーの巻き方、ウォーゾーンじゃねえか。体力はプラスになるんだ、これで。モーションが COD まんまでしたけどね。まあ、リロードも COD だな、これ。ゲームルールは、バトルフィールド。おら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 。いや、グレネード強え。あ、勝った。よし。SMG 取り出してきたぜ。OK? つうつうつう。ちょっとそれ蘇生難しいか。なんか SMG クソ強くね?あれ?え、ちょっと待って。なんか SMG めっちゃ強いんだが。SMG バカ強いぞ、これ。はいはい、回復。まだいる。上にいんのか、それ。わ、一件入ってきたな、これ。やばい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 。もう一回ワンアタック。ちょっとちょっと、とんでもないキルしてる。ちょちょちょ、すごいよすごいよここ。やばいって。何枚、俺は教えてくれ。あと何枚殺せばいい。これ SMG がバカ強い、この武器。明らかにアサルトとキルタイムが違う。お、すごい、こう登れる登れる。あそこも倒せる、そこも倒せる。これノアタなんですけど、さすがに無理か。うわ、なんちゅう数。上をとりあえず制圧しよう。オッケー。あの上にめっちゃいるやん。二人ダウン。もう一枚下ろして。弾はあるね。よし、いいよ。できてる。削って。明日も倒す。あ、これ敵やん。あ、これ、リスポーンビーコンがあったんだ、あそこに。あそこからずっと湧いてきてるんだ。いやー、楽しいっすね。めちゃくちゃ楽しいっすね。これぞ求めてた BF。まさに。OK、取った。で、外周をして、周知が当たるよ、結構。まだ左右から来るな。え?おお!ボートスタート!うおお!かっこいい!え、グラフィック、水のグラフィック、えぐくね?これめっちゃ綺麗なんやけど。うおお!うわ!こういうのやりたかった。まあ、こういうのだよ、こういうの。痛い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 。うわー、なんかノルバンディーっぽい。うわー、上陸だーって。うおー、最高じゃないですか、これ。何これ。こういうのしたかったんよ。このね、ドンパチ大規模戦場 FPS は。いや、全然当たんねえ、これ。これ M16 だけど、単発?単発なのかな?今回ね、ちょっと、
いわゆるマークスマン、偵察兵にしてきたんだけど。OK。ほとんどノーアタッチメントだからな。あんま当たんないっすね、まだ。お、これがリスポンビーコンで、これがはい、アロー。これセンサーダートだね。敵の位置が透ける。これで。よし、ワンダウン。結構初期武器で戦えるな。オッケー、もう一枚やり。A 拠点を取りたいんだが、隣にもいる。A 拠点ちょっと開けすぎじゃないか。センサーだともう一回撃ってみるか。OK、やって。A いけそう。ゴーゴーゴー、ムーブムーブムーブ。いいね、この戦場感あふれるマップ。ドンパチ感。これぞバトルフィールド。あ、違う、バトルフィールドではないんだけど、これぞバトルフィールド。え、強え、これ。センサーダート強え。はい。ちょっとスナイパーやってみようか。音すんばらしくいいよ。何してんだ、あいつ。バトルフィールドと一緒だったら、ヘッドショットで一発かな。そうだね。多分、決勝で一発って感じかな。これはセクハラではない。なんか建物の中あるっぽいな。あれ、なんかこれ、こういう通路見たことある。これ、ホニャララフィールドで見たことある、これ。よし、裏を取ったぞ。ちょっとこの AK もうちょっとブレ抑えたいところだが、まあ、タップ打ちすれば、おお、いけるいけるいける。今回衛星兵、次。お、いけるな、いけるな。いける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 。よし。今、爪時じゃない？わー、揺れますね。おい！はっ！いけ！スモークドローン。え、なにこれ？ジップライン？すっげえ！なにこれ？超ロングジップラインだ。おいおい、マップギミックまであんのかよ。めちゃくちゃ楽しいじゃないですか、これ。何これ。OK。入り込んだ。正面から入るしかないのか ?OK、OK。ダブルダブルダブルキル、ダブルキル。これ右レーン取れそうじゃない ?OK、クリア。ちゃんと頭しぼできるポジションがあるね。危ない危ない危ない。死んじゃう死んじゃう。うわあ、やばい、こっち来てるよ。ウルト使って、しまい、撃って、おめん、これ取るの難しいな。OK。OK、ドボン。このぐらい効くんじゃない？めっちゃキルしてる。これ進軍できるね、一個。ちゃんと一個ずつ進められるようになってるんだ、これ。多分。めっちゃキルしてますけど？めちゃくちゃキルしてますよ。グレネード当たるかな、これ。そろそろ限界かな。いやー、厳しいか。敵の守り硬すぎて、これ、取っても取ってもだな。これ、左にさっきの奴らがいるか。こう、こう、こういうことね。僕しか人がいないな。いやー、きつい。右に人が当たらない。負けた！さすがにきつすぎたな。よしよしよし。よしよしよし。中には入ったけど、これ周り大量だな。オッケーオッケーオッケー。もういい加減バレてると思う。あ、これ上いける上いける上いける。これはでかい。
OK。よしよしよし。いやー、これぞ。これぞよ。BF っぽくなってきたよ。ピッチク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 。それで敵拠点ね、上は取ったんで、これで。こっち赤点あるね。めっちゃキルしてる、ここで。OK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 。ちょっと下に敵がいるんで、やりに行っていきましょう。ナイス。よし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 。10連続キルぐらいはしてるかな。OK、取れそうっすね。あ、危ない危ない危ない。おしよしよしよし。めっちゃキルしてるよ、ここ。えぐいよ。ドローン大抵、蘇生いけるかな。もう裏にいる1枚。OK、OK、OK。いや、めっちゃ連続キル。上取れるかな。ハンドガン。よし！初キル。ここまでは入れた。危ない危ない危ない。こっちのライフがなくなってきたか？ダボ？いやー、厳しいか。お、な、蘇生いける？マジで？上上上上。カット？エリア取れるぞ。グレネード。3連グレネード。当たってる当たってる。手前カット。よしよし、角を取った角を取った。そこもいるね。1枚よし。窓、残念なのが、まあやっぱりまだプレイヤーが BF 民少なくはないはずだけど、あんま蘇生してくれる人がいないですね。 OK、 なかった。まだ中結構いるらしい。フリーダン、まあ、角にあれ乗ってない？乗ってるな、乗ってる。あぶれ。残り23。ないね。ライフがないね。ああ。これ BF さ。これやばいっすよ。これが無料で出てくるんよ。ちょっとこれアルファ版のクオリティじゃないだろう。最近出た無料 FPS の中ではダントツでクオリティ高いっすね。すべてにおいて。グラフィック。マップね、銃声もサウンドもそうだし。まあ、モードに関しては、まあ、もともとね、そのバトルフィールドから引っ張ってきてるから、もちろん面白い上に、あとタルコフモードもあるから、ちょっとこれ無料で出されちゃったら、どうすんのって感じですね。ちょっとこれ、想像以上に楽しみっすね、これリリースが。まだアルファ版だからね。気づかない、え？射撃場あるじゃん。え？ COD みたいな射撃場だ。おお。しかもこのゲームね、そんな重くないんだよね。射撃場にもスッと入れるし。ちょっと中国の開発力がもう進化しまくってるのかもしれない。まあリリースとしては来年とかになるのかな。まあ来年は結構 GTA だったりいろんなビッグタイトルがね、COD もなんか BO2 のみたいな来てるから、なかなか来年は激戦になるような感じしますよね。はい、よかったら高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。月末は新作の COD プレイしに行くので、そちらもよろしくお願いします。バイバイ。